约6000至4000年前，海水从陆地退去，在出海口形成了沼泽地，为地球留下了一份珍贵的礼物——串路石原。这里是日本最大的石原，串路川从石原中流过。石原公园设有多处展望台，游客可以眺望这片220平方公里的美丽石原。现在我们去这个石原国立公园里面的步道，环绕一圈大概需要1个小时，然后进这个步道必须带上熊铃，因为里面是有熊出没的。这个还是很稳的，这个远处这个拍不了，但我们眼睛可以透过树缝看到外面一大片石原。通过长途跋涉，我们终于到了这个，果然最好的风景都要经过徒步了才能到哈。这个感觉在非洲大草原。没有三脚架，我们就利用这个条件创造三脚架。見えました。見えました。よかったです。この間さっき、すごい大きかった。息子が大学の時に、あのなんだっけ、あっちは、四川の、あのなんか世界遺産になったの。世界遺産の、名前すぐ出てくる。鍾乳石のあるところに川が流れてる。もうすぐ忘れちゃなくて。あの、その石灰のね、石灰岩の。山が削られて、はい、そこに水が流れてから、もう水がものすごい綺麗です。なんだっけさ、もうどうして忘れちゃうんだ、もう年だから。数年前に世界遺産だった。すごくいいところ。でも、まあ、息子がもう大学の時だから、もう20年以上前ですよ、25年から。その頃は一切だ、ほとんど1ヶ月中国をずっと、中国語をね、一応大学で勉強したって言って、それでね、大学院に行く時にずっと、1ヶ月、ね、もうなんか10年しか持たなくて、ほとんど中国の人にね、ご飯ごちそうで1ヶ月で10万円で1ヶ月暮らしたって言って、10万円、日本円。日本円です。すごい。今よりもまだ安いかもしれない。そうね、もう25年前だからね。でも、あのお金がなかったからね、中国の人がみんなご飯を。僕も四川とかね。3、何点だっけ、きれいな湖。何だったかさ。年取ってみんな忘れちゃう。それはね、あの最近ですよ、ここ5、6年前に世界遺産があった。第一号じゃないか、中国で。そうそうそう、四川省の奥の方です。四川綺麗なあの淡い湖そうかそうか、私大体6号に中国語は六号湖、なんて言ったかそうかもしれない、そうか私もいたことあります、綺麗な湖、その水が淡い川というか緩やかな流れの中に川、谷、木が流れる、そう、ね、大体四川省な、ね、そんなところ、九寨沟、九寨沟、出てきた、九寨沟、よかったよかった、めっちゃ綺麗、そういえば、あの趣味が、まあ、仕事で行ったでしょ、はい、その時お土産にあの中国の生地ね、服作る、はい、その生地を主人がお土産に買ってきてくれた、でもすっごい丈夫で、今でももう綺麗で丈夫で、はい、もう30年ぐらい素晴らしい、もうやるたびにこれはお土産だったのね、中国、素晴らしいな、刚刚我们在展望台，现在我们是要走到这个湿地里面，为了保护石原的生态，游客们只能通过木栈道进入石原保护区内。
离开川路寺园，我们驱车前往下一个目的地。沿途我们遇到了狐狸和呆笨的小鹿，目睹了放牧的牛群悠闲地享受着青草，它们的存在让道路两侧的景色更加活泼生动。拜拜，站内。